ロバート・ボビー・ウッドワード・レイ・ホールは、アメリカ合衆国、オハイオ州、メダイナ生まれの元レーシングドライバーで、現在レーシングチームのオーナー。2004年に国際モータースポーツ殿堂入りを果たした。日本においてかつては、レイ・ハル、レイ・ハル、ラ・ハル島と表記されていたが、近年は本人による発音により近い、レイ・ホールと表記されるようになった。ドライバーとしては、 3度のカーアートチャンピオンとなり、1981年のベートナ24時間レース、1986年のインディ500、1987年のセブリング12時間レースなどのメジャーレースで勝利を挙げ、チャンプカーでは24レースで勝利を挙げた。レーホールは1998年に競技生活を引退した。チャンプカー史上において最年少レースデビュー、 生涯獲得賞金第2位、ラップリーダー数第3位、勝利数第4位、ポールポジション数第5位の記録を持つ。レイホールはアメリカ大陸でレース活動を開始したが、1978年にはウルフレーシングから F3 に参戦した。同年の北米大陸で開催された F1 の2レースに同じくウルフレーシングから参戦した。 翌1979年にはアメリカに戻り、北米でのレース活動を再開した。レイホールは1982年に、地元オハイオ出身のジム・トゥルーマンがオーナーを務める、トゥルースポーツからカートデビューを果たした。このシーズンはシリーズ第4戦で初優勝を果たし、2勝を含め232ポイントを集め277ポイントで、 チャンピオンになったリック・メアーズに次ぐランキング2位を獲得するとともにルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。1986年にはインディ500で初優勝、末期ンに侵されていたトゥルーマンに悲願のタイトルを送ることにもなった。その後地元のまたトゥルーマンが設計したミッド・オハイオで外戦優勝を果たすなどの活躍でこの都市カートで初のチャンピオンを獲得すると 翌1987年もチャンピオンを防衛した。1992年、レイホールはカール・ホーガンと共同でレイホールイコール・ホーガンレーシングを起こした。レイホールはオーナードライバーとしてシリーズに参戦すると3度目のチャンピオンを獲得することに成功した。レイホールはレイホールイコール・ホーガンレーシングを運営していたが、カール・ホーガンが去るとチーム名は チームレイホールに変更され、2004年5月にデイビッド・レターマンの出資を受けると、レイホール・レターマン・レーシングに変更された。レイホールのチームは、バディライスのドライブにより2004年のインディ500を制した。また、2005年には女性ドライバーのダニカ・パトリックと契約した。パトリックは、インディ500で女性として初のラップリーダーを記録した、レホール・レターマン・レーシングは、 2012年よりインディカーシリーズにフル参戦している。ジャガーレーシング2001年には F1 のジャガーレーシングチーム代表に就任。しかし、なかなか思うような成績を収められないでいたため、かつて共にカートで戦ったことのあるマクラーレンのテクニカルディレクター、エイドリアン・ニューウェイの引き抜けを画策。一度はサインを交わしたものの、マクラーレンの総帥。 ロンデニスの説得で結局ニューウェイは本意してしまう。このことにより、報道主脳人の信頼を失った、レイホールは会えなく失脚してしまった。レイホールはこのレースを2時間55分43秒480で完走。史上初めて2時間台で完走した。ありがとうございます。